えー、こんにちは、こんばんは、おはようお礼です。えー、今回ですね、婚活ニュースの方からのネタになるんですけども、えっ、ー、とね、あるライターさんが書いているネタでですね、えー、実はおすすめの、えー、高齢婚ということで、え、これ一体何だろうということで、あの、皆さんね、知らない方ともうすでに知ってるよっていう方は、そのまま据え置いていただいて、まあ、知らないよっていう方は、情報共有という形で、 えお届けする動画になっております。出、ね、妊娠出産を視野に入れてない、ね、この高齢結婚。うん、そういうのであれば、そもそも結婚ね、この、結婚適齢期という考え方がもういらなくなるので、ね、必要なくなるよと。で、50歳時点で一度も結婚したことない人の割合を示す、生涯未婚率というの。 1990年以降、1990年以降を、あの、増えていると。っていうのは、これは時代背景があって、氷河期世代とかね、あの、ロストチルドレンと呼ばれた方々、ちょうどバブルがはじけて、就職難になって、まともに正社員で仕事がなかったりとかですね、あの、新卒の求人がゼロ。 ということがね、本当にあった時代なんですよ。で、そこから、まあ、非正規雇用で働くことを余儀なくされたり、まあ、東大出たのにコンビニでアルバイトとかっていうね、アルバイト生活を送っているという方もいらっしゃったり、まあ、それが長く続いて、もう本当にね、すぐに復活しなかったんですよ。あの、景気がね、回復しなかったんですよ。あの、だから5年とか、そのぐらいで景気が回復するんじゃないかって、ね、言われてたんですけど、 あの、全然回復しなくて、そのまま20年、30年続いちゃったっていう、ね、20年ちょいか。まあ、ここなここ最近になってきても、不況が当たり前で、どれが不況なのみたいな状況になっちゃってますけれども。で、そのまま氷河期世代が20年経った時、じゃあ20歳経った人が40になるわけじゃないですか。40になっても、あまりいい仕事に就けなかったりとか、あの、アルバイト派遣のまんまだったりとかっていう方もいらっしゃった。 だから結婚がね、したくてもできなかったよっていうのが大半のケースではあったんですけども、そういう世代がいっぱいいたんですよ。俺も氷河期世代の一人なんで。まあ俺は単純にね、結婚願望がなかったよっていうことなんですけど、話をね、ちょっと戻しますと、で2020年の生涯、えっ、ー、とね、未婚率は男性が28.5%、まあ約30%。3割の人が1回も結婚してませんよと。バツイちゃん除いてよ。で、女性の方は17.8%。 まあ大体18%。まあ、約20%ぐらい。だから、2割のね、方がほとんど1回も結婚してませんよ。っていう方々が今から4年前ですか。2020年の時点ではそういうふうに言われていたよと。で、しかし、人生100年時代において、100年無理だよな。生きたとしても健康的に働動けるとかっていうね、人はほぼ、 いないでしょうから、あんまりね、うん。まあまあ、それはいいとして、50歳時点での、えー、婚姻状況で、生涯未婚と決めつけてしまうのはまだ早いんじゃないかと、このライターさんがね、えー、言っておりまして、若い時は独身でね、自由な時間とかお金をね、えー、いろいろ使えたわけなんですけども、えー、まあ、老後に訪れる不安を解消することを考えれば、自然と行き着くのは、結婚的利益ではなくて、 あの、50歳などの老後を見据えた年齢での結婚じゃないのかというふうにね、この人はね、言ってるんですけども、まあ結果的に、この世代に婚活をさせることによって、まあ経済効果というか、まあパーティーだとか、そういうバスツアーだとか、まあ婚活関連の、なんていうのかな、あの、企業は儲かるよっていうのと、まあ経済的にもね、あの二人の収入で合算していろいろ、 なんか、買い物をしていくってなると、小売業の方には還元されていくのかなと。今経済効果を見据えて、で個人の寂しいとかどう、なんかどうしようとか不安なんとかはあんまり関係ないんだろうけどね。あの、その政府とか社会においてはね。だって別に、高齢同士で結婚したところで、どっちかが先に死んじゃえば、どっちかは必ず孤独死になるから、まあその孤独死の状態が2分の1になるっていう、 考えではあるんだけれども、まあ結果的にはどっちも孤独死になるやんみたいなところがあるんで、だからあまりそこは解消されなくて、要は、あの50歳以降からあまり友達とかそういう知り合いができにくくなるよと、もうコミュ,コミュニティがね、みんな確立されてるから、あと知り合う機会もないよというので、まあ寂しい、人とね、会わなくなる、喋んなくなるような状況が寂しいよということで、まあそれを変えていくのはありなのかなっていうところはね、 あるんですすけけどどもも、まあ、話をちょっと戻しますけどもでこのライターさんも、えー、高齢婚を推奨していまして、実際に増えているんですよと。子供を持つことはできませんが、今はいろいろなつながりを持つことができる時代ですと。高齢になってから結婚しても、その後、ね、人生を十分に楽しんでいくことができますという。だから一人でひっそり過ごすのか、でもそれは好きだっていう人がいるので、まあ、それはそれでいいと思うんですけども、いやいやいや、なんかつながりが欲しいよという人は、こういうふうにね、 なんか打って出るというのはね、ありなんじゃないかなとは、俺自身も思いますけどね。別に否定でも肯定でもありませんけども。あの、で、本題の方戻しますと、女性が働くことが一般になり、誰でも結婚、出産を経験するわけではない現代と。で、様々な選択肢があって叱るべきであろうというね。まあ多様化していくこの時代というところで、まあ今まで昭和の頃だと、 結婚して、出産をしてとかね、家庭を持って一人前みたいなのが、それが当たり前みたいなことになってましたけども、あえてその選択をしない人も増えてきてますよっていう、でもまあでもまだ少ないですよね。で、結婚や出産を何歳で経験するかによっても、キャリアを含めた女性の生き方は大きく変わると。で、典型的なモデルケースが通用しない社会に突入している。だからもう、例えがあまり なんだろう ?100% それがバッチリ合うよっていう例えはないよっていうね。なん、まあ、なんていうのかなあの、結果的に孤独死が嫌だとか、なんか不安だとかって、ほら、過去の動画で俺は何回も言ってますけども、ど、どのみち孤独死やでっていう、ね、家族がいたところで、夫婦が、ね、相手がいたところで、自分自身がしたくないってだけの話で、 じゃあ逆に相、自分が先に死んじゃったら相手が孤独死になるわけじゃないですか。だってまたね、80いくつで再婚なんてできるわけないんだから。ね、まあ、できる方もいる,いるとは思うんですけども、まあ別に死を見通るために結婚するっていうのはなんかおかしな、うん、ね、えー、感じになっちゃって,、ね、んってるんなというふうにはね、思いますし、逆にそういう思いで来られても嫌じゃないですか。でなんだよ、見取ってほしいから結婚するのかよ、みたいな。一緒な、わざわざ一緒になる必要なくねって話になってくるわけですよ。 俺としては別に、なんか、婚姻状況を作んなくても別、なんていうのかな、席を入れなくても一緒に住んでしまってもありなんじゃないかなと。で、まあ自分なんかはほら、この家があるわけでしょ親がいなくなって家があって、えー、4LDK のこの家に住んでるわけなんですけども、だから、<laughs> 同じような独身の、ね、人たちで、人たちとシェアハウスをやっていけたら面白いかなっていうので、 ただ、お互いに、ほら、その、動けなくなった時とか、死んじゃった後のことはちゃんと話さないとダメだわね。動けなくなったら出ていくとか、あのー、なんていうのかな。とか、親戚とかにもう一回戻るとかね。そういう、何かしらちょっと約束事はちゃんと決めないといかんなというところもあったりするんですよ。で、あと死んじゃったらこれよろしくね、みたいなさ。例えば、これが俺の持ち物だとして、俺が一番最初に死んじゃったら残った人たちで、これを分配していいよ、みたいなさ。 それはメリットだよね。だから一緒に暮らすところのメリットで、まあこいつがいなくなった後に、まあ路頭に迷わないように、だからそのまま住み続けてもいいし、だから、あと一番若い人に、この、この住宅をだから浄土しちゃってもいいわけだから、<coughs> 名義変更とかしてね。で、あと動けなくなったら俺で出てきますよ。特養とかさ、そういうの、民生員とかと今ね、あの、60ぐらいから仲良くしといて、 なんか、吉菜にしてもらえるような、あとは知り合いの、なんでの介護をやってる人とかに口聞いてもらってとかね、あの、ケアマネとかやってる人とかに何かうまい方法を考えてもらうとかですね。まあ、最悪生活保護で動けなくなる直前で生活保護を受けに行ってとかさ、これを全部放棄して、っていう、いろんなちょっと考えもね、そういうのを考えなきゃいけないんですよ。やっていかなきゃいけないんだけど、ざっくりとしたプランの中では、 まあそういうふうなのもあるし、まあまたはこういう高齢婚みたいな形で何かね、ご縁があれば、俺もまたね、お付き合いするかもしれないし <laughs>、まあアプリとかやんない絶対やんないけど。無理に出会おうとは思わないんですけど、まあ出会っちゃったら、まあ別にうまくやってけ、やっていけばいいんじゃないのっていうふうにはね思いますんで、まあだから、なんつうの、無理やり出会いを否定してるわけではないんですよ。 あったらあったでいいねっていう。けじゃないです。しょうがないよねっていう考えではいるので。だからまあ別に、この高齢婚がいいとか悪いとか、俺は全然あの言ってませんので、どうぞご,ご自由にっていう感じではあるんですけども、やっぱそういう社会に今なりつつありますよと。だからそれが悪いこととか恥ずかしいことっていうわけではないので、だからそれは皆さんだから、なんていうの、自分の やりたい人生ね。自分が生きていきたい人生を歩むべきであると。それを他人がどうこう、あだこうだっていうのはおかしなことだし、変なアドバイスを聞かない方がいいと思います。やりときゃやりゃいいしやんな、やりなくなかったらやらなきゃいい。ただ、ただ悩んでいても前には進みませんと。悩んでるなら動,動いて、ダメだったらダメでしょうがないっていう考えで、まあ突き進んでいった方がいいんじゃないかなと。残りの人生ね。あの、皆さんもう、 40とか超えてくると、残りの人生が見えてくるわけじゃないですか。例えば80いくつで死ぬよって言った場合、あと半分ですよ。40歳の時点で人生の分岐点みたいな形になって、残りの、ね、半分、もう生きてきた半分を、もう一回やるんだけど、それは最後になりますよと、ね。人生後半戦という言い方ですね。だ俺なんかももう50年過ぎちゃってますから、人生後半戦をどう、いかに過ごすかっていうことで、だから、 なんていうのかなつまんない争いだとか、他人をけなしている暇があるんだったら、自分の人生楽しく過ごせよと。ね。人のことはどうでもいいんですよ。お前自身の人生を楽しく過ごせよと。いうことがね、一番ね、あのー、そこは問題じゃねえかなという、ね。どっちをやった方がいいよっていう。で、誰かを蹴落とすとか、妬むとか、なんかそういうのは無駄なことなので、いかに自分自身がどんな他人から何を言われようか、どういうふうに、 思われようが関係がないので、自分自身が一番いい形で生活をしていく。そしていい相手が欲しいんだったらこうやって活動するとかね。あの、ま、パーティー出るとか、アプリやるとか、うん、ね、あとはジモティーとか、そういうのでサークルに入るとかですね。そういうのやればいいし、ま、あ面倒くせえなと思うんだったらやんなきゃいいし、俺は面倒くせえなって思う方なんで、あの、ちょっと全然そういうのはね、あんま行動してないんですけども、あの、 まあ別にそれであっても寂,寂しくはねえなっていう。今ちょっとね、自分の中ではやりたいことが、まだね、あの、継続中なんだけどできてないっていうところがあって、あの、それを本当は推し進めたいんですけども何、何分ちょっと100万ぐらいお金がかかるので、まあそれをだから、金はあるんだけど、貯金とかしてるからね、あるけど、それを使っちゃうとまた減っちゃうから、あの、うん、ちょっと厳しいかなっていうのがあって、今、 いろいろ情報を集めて、えー、ね、それでどうしようかなと。少しも安くやれないかなっていうのはちょっと考えてはいたりするんですけども。まあまあそれは置いといて、まあそういう高齢婚っていうのが今当たり前になってきましたよと。ね、ただ、あのー、老後不安とか、属子が不安とかって思うのは勝手なんですけど、相手にそれを知られないように、あのー、そういうアプローチをした方がいいと思いますよ。 お互いはだって寂しいのはもう分かってんだからさ。あえて言う必要ないし、なんか、見取ってくる人間を見つけに来るみたいな感じで、やらしい感じになっちゃうから、俺はなんか、だから言われた、言われる側からしたら、なんか嫌じゃねっていうふうに思うわけですよ。寂しいんでとかさ、あの別に交流するだけならいいんじゃないっていうところもあったりするんで、なんか席まで入れて、見取ってくれみたいな、だとちょっと重いなっていう、ね。まあ、もうちょっとライトにカジュアルに、あの、人生を送っ って言った方が、そういう相手がちゃんと見つかるんじゃないかなと。あまり重々しくやってくると、本当に構えちゃうじゃない相手だって。だから、相手が構えないぐらいで、ラフにね、うん、本当にそういうふうに、あの、なんて席入れなくても同居するみたいな、共に生活をしていく相手を探すとかっていう方が、俺は建設的だなと。あえてこう結婚させましょうみたいな、こういう、多分こう、結婚相談所が考えてる、うん 職業はそれだと思うんだよね、このライターさんもね。あの、そういう兼ライターっていうのがいるんですよ。だから、なんか商売でやられている人の言葉とかは、あまり参考にしない方が俺はいいと思います。いろんなライターさんいますけども。それをある程度のヒントにして自分の中で噛み砕いて自分が何をしたいのか、何をすべきなのかっていうね、本当にそれがやりたいことなのか、それを求めてるのかっていうのを、 あの、もう一度自問自答していただいて、自分が一番幸せになれるスタイルを探した方がいいんじゃないかな、というふうにね、思います。自分自身が主人公ですから、自分の人生っていうのは。ね、他人が何,何を言おうが関係ないんですよ。あの、評価とか全然関係ないから、うん。無駄に頑張る必要もないし、無駄に張り切る必要もない。あの、無駄に明るく振る舞う必要もないし、自分の思うまんまに生きた方が、俺はいいと思います。 まあ若いやつもそうだよね。だから若い世代も、なんかあんまり我慢しすぎて、で、我慢の先に幸福があるみたいな、なんか昭和の伝説みたいなさ、そんなのないからね。あの、苦労するやつは一生苦労するんで。<laughs> で、我慢するやつは一生我慢した生き方をしていくって羽目になるからね。ありとキリギリスって話もあるんけど、あれは童話の中の話だ。それが、なんか昭和でも、 こういう人生になるんやで、みたいなことになってたけど、あの、それはもうね、今、令和の世界ではね、そんなもんないです。あの、いくらでも逆転はできるんで、発想の転換とか、実際の行動とか、ね。で別に金を手に入れなくても、幸福度っていうのは違うね。金銭的な幸福度と、あの、人生の充足感がある、あの、幸福度っていうのがあるから、どれを取るかということで、全部が欲しいっていう人はもう欲張りで、それは手に入らないから、 まあ何かを得るためには何かを捨てるよっていうね。あの、堀江門がね、言ってたあの言葉をちょっと頭の片隅に入れていただいて、何かを得るためには何かを捨てなきゃならないっていうのは絶対に起きてる、来るんですよ。選択、人生っていうのは選択の連続なんでね。全部、あなた自身の、あの、人生もそう、そうだったでしょだって、私立の中学校行くか、ね、県立か市,市立か、私立の方と私立っていう方に行くとかね。 まあ空立の人もいるけども。で、受験をしないと入れないところを選択するっていう。ね。それを受けに行くっていうのも、それも選択ですよ。いやいや、そのまま普通になんか上がっていけるんだったら公立でいいよと。まあ普通の中学校で行くっていうのも選択じゃないですか。で、そこから今度高校受験になっていって、どの高校を受けようかっていうのも選択じゃないですか。で、就職先もそうですよ。大学もそうですよ。全部選択ですよ。 それで、まあ、結婚する人は、この人と結婚するか、しないか。っていうのがまた選択じゃないですか。うん。で、別の人を見つける。別の人を見つけるか、見つけないか。もう諦めるかどうかっていうのもまた選択で。えー、常に人間っていうのは選択をしていくっていう。あの、こっちの選択じゃないよね。ごゴシとか、あの、選択には入れる選択じゃないよな。大丈夫、わかってるよね。大丈夫。まあまあ、冗談はさておき。えー、まあ、だから、自分が一番ね、 いいと思う選択をすればいいんじゃないかなという、本当に単純な、うーん、こと、おなんですけども。まあまあ、そういうことで、高齢婚活、高齢婚っていうのもありですよっていうお話でございました。それでは、えー、皆さんご意を。じゃあね、バイバイ。バイポイ。